エイブルトンライブはスムーズに柔軟性の高い制作を実現するソフトウェアです。クリエイティブな楽曲制作のどんな工程においても必要に応じて自由に作業へ取り込むことができます。ライブには2つの作業ビューがあります。アレンジメントビューではタイムラインに沿ってアイデアの構築や録音を行えます。セッションビューにはタイムラインという概念がなく、クリップの再生や停止を個別に行えます。クリップは常に同期されるので気軽にアイデアを試せるほか、クリップ同士のミックスや組み合わせ、セクションの構築、ライブパフォーマンス全体の操作などに適しています。インストゥルメント、サウンドサンプル、エフェクトなどライブに付属する多彩な素材を組み合わせれば独自のサウンドを生み出すことができます。ライブではオーディオサンプルのストレッチやスライスが簡単に行えます。このワープと呼ばれる機能によってどんな素材も楽曲のテンポに合わせられます。ハーモニー、メロディー、リズムといった要素をサンプルから抽出することもできます。楽曲の仕上げに必要なミキシングやマスタリングのツールも付属しているため、ライブだけで楽曲制作を完結させられます。ライブはセットアップ全体のハブとしても機能します。ギター、ボーカル、ドラムといった音源を録音できるほか、サウンドをお気に入りの外部エフェクトに送ることが可能です。さらにシンセやドラムマシーンなどのハードウェアも操作できます。リンク機能を使えば他の人と一緒に複数のリンク対応デバイスを操作できます。他のコンピューターやモバイル機器上のソフトウェアを使ったジャムセッションに便利です。セッションビュー上のクリップ操作はライブを使ったステージ上でのパフォーマンスに適しています。土台伴奏用トラックの再生やあらゆる音の操作のほか、その場でリミックスを行うことも可能です。音源をリアルタイムに録音してループさせれば既存のトラックを即興でアレンジできます。ここで紹介したのはライブのほんの一部に過ぎません。ライブでできることやアーティストのライブの使い方などを知りたい方はableton.comまで。